はい、ということで今日はヒロさん、はい、バトル盛り上がりましたね。そうですね、はい、で今日はせっかくなので皆さんにインタビューしたいということで、うん、まずは、ね、僕と対戦した、はい、斉藤さん、いや勝ってほしかったな万全の対戦でしたね。俺とリンタロウと皆さん あの素晴らしいサポートがあったんですが、ちょっと私の力不足で、はい、負けました。すいません、変にプレッシャーかけちゃった。プレッシャーに弱かったです。でもさ、こういう企画こう多分初めてですね。初めてです、ね、はい。実際こう走ってみて、ここに来てみてっていう感想はいかがでしたか。いやー、やっぱ一周でまとめることのやっぱ難しさと、やっぱりプロの皆さんのすごさを改めて感じたのと、まあ、すごい悔しいですね。勝てないとは分かっていてもすごい悔しかったです。まあでも近いですから、ぜひまた練習して、こうまあ再チャレンジというところで待ってますので、はい、ぜひ。ちなみに今回八尾君をお持ちいただいてますけど、これ気づくとどういう形状ですか。結構ある仕様なのかなと思って車の仕様を聞いてみてもいいですか。はい、一応もうこのパッケージというかも八尾君のレーシングのモデルで、レースに出れるような仕様のノーマルの状態のままで今も私が乗ってます。あその 86BRZ レースはそれの仕様と一緒。そうですね、レギュレーション的には同じ感じで、はい、どこも変えて終わらすっていう感じでやってます。ちなみにこの車のお気に入りのポイントとかってあったりしますか。でも、まあ、ホイールがゴールドで目立つのが可愛いかなと思って、はい、ぐらいですかね。TWS のホイールなんですよ。おお、これじゃあ結構ちゃんとしてるやつですよね。T66F ですよね。もうでも個人的にはこのね、歴戦の後がすごい気になるんですそれはあの前のオーナー様から。あ、なるほど、はい、練習したりとかするには一番いいパッケージかなとは思うので、はい、はい、これで練習して、また上達して、はい、ぜひ、世界の山の子をぶっ倒してください。頑張ります。はい、頑張ります。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。2番目に対戦した三日月さんに入っていただきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。こういった企画参加されるの初めて。初めてですね。はい。参加してみて感想いかがでしたか。いや、面白かったですし、やっぱプロの走りが参考になりましたし、まあ、今後目標みたいなのができたので、とても良かったと思います。はい。はい、ありがとうございます。そんな三日月さんの活躍、ひろきさん。これすごくないですか。いやもうね、あまりに綺麗すぎて正直俺当たらなくてよかったなと思ってもうほんのもったいないじゃないですか。もうなんかシフト触るのもわーって恐れ多いんで、だから逆になんかもう見てるだけでよかった。でもまあ毎週末走りに行ってるんで。あ、そうなんですか。でもめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。まあ一応綺麗には維持は、はい、あーなるほど、はいはい、なんかボロボロだと、まあそうです、うん、それなりなんでなっちゃうんです。はい、だって実際にあの音とか聞いててもしっかりこうチューニングされてるなっていう感じがしましたし、やっぱそのチラッて内装を見たんですけど補強の入れ方もなんかこだわりがあるなっていうすごい感じたので、でましてやこのホイールとこのボディの使い方はもうこれ完全にイニシャル D だなというところでこの愛を感じましたね。 DI は、はい、すごいですよね。当時これが新車で180万ぐらいでしたっけ。当時60万ぐらいで。そうですね、自分の母親も父親も乗ってましたし。あ、本当ですか。はい、だからなんかすごい個人的にも思い出もあるから、はい、したの。おお、綺麗綺麗、やばすぎ、すげえ。いやー足降りんぞですか。お、いや、これ小清水さんのとこですね。スプリングだけ変えて自分好みに合わせて、はいはい、バンドが超綺麗、すげえ。これやばいですね。全然まだ巻いたばっかりって感じですか。いや、もう2年経ちます。綺麗すぎません。全然なんか焼けないんですよね。全然綺麗すごいな。これエンジンの仕様は、まあ、111の5バルブをベースにして、82π の単造ピストン入れて、コンロッドも H コンロッド、強化のコンロッド入れて、カムも296、296で合わせて、あとはもう
ダイレクトイグニション化して、あ、ダイレクトイグニションなんですね。そうなんですね。で、コンピューターはリンクで制御してもらって、あー、それでか。で、今のところだいたい200ちょいみたいな感じですね。車重考えると十分ですね。そうですね。めっちゃ綺麗だ。一回全部外して塗ったんですね。じゃあ、そうですね、一回小清水さんそのエンジン下ろした時に、はいはい、エンジンルームスポット増しをお願いしてからの塗装で。へえ。綺麗だな。今日ちょっといつもの山よりも回せずに終わりましたね。山もっと回せるんですか。山のがぶっちゃけ回せます。なるほど。やっぱサーキット全然経験ないんで。ラリドラが向きっす。そうっす、昔から WRC 大好きだったんで、好み的には狭くてくねくねしてるところが大好きなんで、僕寄りでしたね。だから、なんですかね、地元のそのとこだったら結構行けるんですけど、はいはい、今日は本当惨敗でしたね。あ、確かに、まあ自分も分かるんですけど、いきなり細いところ走ってて、広いところ来ると分かんなくなる。そうそうそう、なんかどこ走ればいいんだろう、どこ走っていいのかなっていうのと、あとなんかこう広くて、いろんなとこ見ちゃって、あ、なるほどなるほど、なんか踏みちぎれないっていうか、確かに、その気持ちよく分かります。そうですね、いつもの箱根行ってるんですけど、の方が踏んでますね、多分。綺麗っすね。綺麗すぎこのね、結晶塗装だなとおしゃれなんだ。確かに、うん、ちょっと赤をワンポイント。すごい、芸術品じゃないですか。一通り手を入れちゃったんで、うん、すげー、すごいすごい。やめてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちなみに一番お好きなこの車のポイントはどうですか。好きなポイント、はい、まあ全部なんですけど、そうですね、やっぱこの形のスタイルですかね。なんか今の車にないこの丸っこいのか四角いのかでよくわかんないのか、あとやっぱウルトラダブルっていうのもありますから、まあ、その辺がやっぱ愛情を感じますね。はい、はい、ということで三月さんの、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。最後のチャレンジがありました。土橋さんに、はい、いただきました。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。結果は惜しくもというところだったんですが、こういった企画参加してみてどうでしたか。はい、ほんま7秒ですよね。もうちょっと練習 しに来れば可能性あるんですか。そうですね、あります。可能性あるんですか。なんなら俺よく走ってるんで教えます。本当ですか。はい、本当ですか。あ、ぜひ。敵に塩を大量に送りつける。本当ですか。はい、ぜひ教えてください。意外とここってストップアンドゴーが多いんで、はいはい、ブレーキングと最後の S 字の処理だけで、はいはい、もうほぼほぼそれだけですよ。本当ですか。はい、本当ですか。なので、はい、ぜひ。すごく選手いますけど。あ、出てない。ちょいです。ちょいです。ちょいです。はい。はい。というわけで、こんな愛車はインテグラタイプ R DC5 ですけど、2本長く乗られてるんですか。はい。そうです。4年ぐらいで乗ってます。実は友人から20万円で買いました。え、マジですか。はい、じゃあ俺30万円で買います。じゃあ俺50万円。板金に50万って分かる。あー、じゃあじゃあ70万で。ちなみにいじってあるポイントってのはどのあたりですか。もう主に外観ですね。エアロ決まってますよね。そう、イングスでスポットバンパー、リアバンパー、ボンネットですね。サイドステップあえてつけて、あ、これついてないですか。そうですね。あー、なるほど。次が、ウォーリンズ。あ、でもいいですね、ウォーリンズだったら。はい、マフラー、マフラーの仕上がりですね。はい、めちゃくちゃ音聞いてて、はい、すごい気持ちよかったんで。あ、本当ですか。なるほど、いいですね。でもこのぐらいだと、まあ、一般道路乗れて、そうなんですよ。そうなんですよ。買い物もできて、で走りたい時にちょっと走れるっていうのがリソース、ね、そういうスポーツカーの使い方も私はあると思ってます。あ、仲良くなりそうです。あ、そうですね。もうぶっ倒しましょう。本当に一緒に倒しましょう。はい、よろしくお願いします。はい、ということでありがとうございました。中古車買取ホット、車買取専門店。高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分。中古車買取ホットで検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。
車の競技カスタムチューニング新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。